平野紫仕様、ファンとのオープンな対話で新たな一歩。ジャニーズ時代の制約からの解放。インスタグラムの扉を開く平野仕様。10月9日、元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様が、ファンから寄せられた質問に答える形で、ジャニーズ時代に NG だったという下ネタについて率直に語りました。 平野が7月に解説したインスタアカウントを通じて繰り広げられる彼の新たな一面にファンたちがどのように反応しているのでしょうか。第1章、ファンの質問に答える平野仕様。平野仕様はインスタグラムを通じてファンから寄せられた様々な質問に答えています。その中で注目されたのがお胸かお尻どちらが好き という質問に対する平野の回答です。彼の気遣いと笑顔で応じる姿勢がファンたちに新たな視点を与えた瞬間と言えるでしょう。第2章、下ネタ解禁に対するファンの反応。一方で平野の下ネタ解禁には賛否両論が存在します。 ファンからは歓迎される一方で、中にはこの新たな一面に戸惑い、質問選びに気をつけてほしい、といった声も上がっています。この葛藤する反応に平野がどのように向き合っているのか、彼自身の言葉から明らかにしてみましょう。第3章、平野仕用の自己主張とファンへの思い。平野は批判的な反応にも堂々と立ち向かい、俺は全然大丈夫だよ。 と語っています。一方で、ファン同士とかで DI になるのも俺は嫌だなとの言葉が彼のファンへの深い思いを物語っています。また、自身の下ネタに対する主張やファンとの関係における誠実な姿勢も浮き彫りになっています。第4章、平野仕用の異色な発言と心情の変遷。以前、平野はテレビ番組で、 苦しそうに食べるのが好きと発言し、それが生きているなという感覚を得る要因であると語っていました。しかしこの発言により、彼の心情に対する懸念の声が上がったことも事実です。ファンたちは、彼がジャニーズ時代の制約から解放され、自分らしい姿を取り戻そうとしているのではないかと考えているようです。平野紫耀ファンとのオープンな対話で成長。 平野紫仕様はファンとの対話を通じて、ジャニーズ時代の制約から解放され、自身の本音を率直に表現するようになっています。その姿勢はファンに感動と共感をもたらし、新たなステージに進む平野に対する期待が高まっています。ファンとの絆を大切にし、自分らしさを大切にする平野仕様の今後に期待が寄せられることでしょう。